びっくりした。嘘。え？いやー、久しぶり。なんでこんなところに亀風くんがいるん？なんか声変わった？若干。なんかエコーかかってるし、声違う気がする。え、久しぶり。遊びに来たぜ。遊びに来たぜって、なんか別に俺教えてないけど、このワールド。ゲナ太郎が遊びに来ていいよって言ったから遊びに来たぜ。え、神風くん、ゲナ太郎と仲いいの？あ、友達。そうな、でもなんか声違う気がするけどな、昔と比べて。違うってね。おい、痛い痛い、殴らんで殴らんで殴らんで、痛い痛い、待って待って、剣持って。あ、おい、神風くん、会って久しぶり、それはないでしょ、さすがに。久しぶりじゃお前なんで。おー、なんでクリエイティブ権限持ってるん？これ絶対神風くんじゃないだろう。なんでだよ、神風くんだよ。遊び、自分のこと、自分のこと神風くんって呼ぶ？普通呼ぶ。呼ぶんだ。え、なんか家荒らしてない？俺の荒らすよ。痛い痛い痛い、ごめんごめん、分かった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 。まあ、この家の中で待ってけよ。あ、分かった。うん。なに？やばいやばい、待って、喋り方が変だ、なんとかしないと。分かった、これ改善した、これぜーんぶゴロにしとこう。よし、ここにトラップ仕掛けたから、お兄ちゃん呼び出して、ここに閉じ込めてるっといたずらしてやろうっと。こちらにここをバーンと踏んだら、今お兄ちゃんって言ったよね、お兄ちゃんって。ゲラさん、こっち。本当に神風くん？うん。あ、いた、いた、なにこれ。なにこれ。おい、おい、神風くんじゃないでしょ、絶対。おい、やめてくれよ。俺の家だぞ、ここ。壊れてるし、いっぱい。なになに、なんか聞こえる、なんかい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 る、いった、いった、ちょっと、なんか、いった、いった、いった、捕まえられてる、いって、食べられたんだけど。強いな、そしていてー、強ないこいつ、割と。やばい、食べられる。あー、ダメだ、これ勝てないわ。ちょ、家の中にいっぺん避難避難、ちょ、逃げたいのに。待って、逃げたいのに、こいつら逃がしてくれね。よしよしよし、逃げた逃げた、あぶねー、あぶねー。なんか探してるって、俺のこと。ここか、ここか、隠れろ隠れろ隠れろ、あぶねー。お兄ちゃん言うてるやん。よし、隠れた。待って待って。なんか、え、なんか物騒の音聞こえるって。なんか物騒の音聞こえるよ。なになに、うるさ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 、外うるさ。俺の家燃やしてるんだけど。やば。おい、絶対これ偽物だ。やばい、どっかから逃げないと。やばい、どっかから逃げないとやばいぞ、これ。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、逃げ場所が、逃げ位置がない、逃げ場所が。やばい、逃げろ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 。いっぺん逃げよう。やばい、自分のセキュリティで。やばいやばい、なんかしてる。おい、あの人やばい、ずっと壊してるんだけど。なんか、なんか聞こえる、なんか聞こえる。やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、危な危な、なにそれ。いった、なんか、え、追尾ミサイル、追尾ミサイルなんだけど。いや、謝るって何もしてないし。いや、ミサイルが追尾してくる。ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと。誰ですか、本当に。誰って、神風だって。いや、絶対、ケナ太郎でしょ。
じゃあ上がった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 。ちょ、神風くんこっち来て。神風くんじゃあ、神風くんやったら答えれる質問出すわ。いいぜ。まず、これはもう基本中の基本です。神風くんが、フォートナイトで使ってた固定スキンは何ですか？あ、それはわかるぜ。あ、それはわかるよ。それわからんにはやばいよ、だって、本物は。それは、カルティ色のソフトクリームスキンだぜ。え、わかってるやん、すごっ。でも名前分かってないじゃん。え、分かるよ。ソフトクリーン。本物か、ちょっと。忘れただけじゃん。ねえ、忘れただけだぜ。他になんかない？その、じゃあ他に神風ケント兄さんしか分からないようなやつ。じゃあ他に出すね。うん。神風くんはフォートナイトキーボードとコントローラーどっちでやってるの？コントローラーだぜ。違い、ブブー、違います。いや、だって違うって。偽物やな。もしかしたらコントローラーかもしれん。ああ、それお兄ちゃんの知らないだけ。あ、お兄ちゃんじゃない。じゃあ最後いくよ。これは本人やから絶対当てれれる。何？じゃあ今の神風くんのチャンネル登録者は、そんなん簡単じゃん。60万人。ああ、偽物だ。 15.6 万人です。え、違うよ、60万人だな。神風くんのチャンネルか。それ C チャンネルや。はい、偽物。おい、偽物お前。おーおい、おへんちよ。おい、お前偽物やからね、バンするわ。もうバンしとくね。じゃあ神風くんね、マイクラめっちゃうまいから、まあ、最後のチャンスね。何個かあの試練与えるわ。まあ、PVP 勝負なら実力わかるでしょう。おお、いいぜ。戦うぞ俺と。俺と戦って俺ぐらいは多分余裕で倒すと思うから。おお、いいぜ。 PVP 勝負しよう。行こうぜ。おう、会場行こう。バーイ、ただゼロー、無理でーし。よーし、お姉ちゃんにできたぜ。じゃあ PVP 対決やっていくか。いいぜ。本物やったら余裕で勝てるでしょ。絶対勝てるぜ。もう始まったの？もう始まったの？成功。そこはちょっと神風くんに似てるけど、そういうところは。ほら、よし、よし、勝てる勝てる勝てる。ほら、おい、学校に出すな。おい、逃げるな逃げるな。あ、こんにちは。こんにちは。どこ行った？どうせここで隠れてるやろ。おい、よし、分かるぞそれぐらい。やばい、やばい、お兄ちゃん、お兄ちゃん言うてるやん。嫌だろよこれ。全然食らってないぞ俺。先生、先生、はい、硬いなきゃやだろ。絶対に偽物じゃんこれ。偽物じゃないってば。もう帰ろうじゃん。うわーって。ほらほらほら、バレやバレー、黄色バレの人間。え、弱っ、全然当たって。バレー、はい、偽物やね。もうバンしますよこのワールドから。なかなかやるぜ。そんな喋り方じゃないし、神風くん。ゼとかつかんし、ゴビに。バンしちゃおうかな、もう。じゃあ待って、あと1個、最後に1個だけじゃあさせて、戦い。何？アスレチック。アスレチック。じゃあ俺が作るから、それクリアできなかったらもう神風くんやないということで、バンするから。いいぜ、バンしてくれていいぜ。じゃあ最後のチャンスです、神風太郎ちゃん。うるさいな。最後のチャンス与えてるんだから、ここのアスレチックを30秒以内にクリアできたら、バンしません、このワールド。で、30秒以内にクリアできないと、ここに設置してあるこのロケットミサイルが発射されます。どこ飛ぶのそれ？飛ぶのは、まあ神風くんにはね、あんま関係ないかもしれんけど、ここのね、隣にあるあのこのケナ太郎ハウスに。え、どうしたん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 。やばすぎるぜ、やばすぎるぜ。ケナ太郎がかわいそうです。それはやめるぜ。優しいね、神風くん。なんか俺の家あんなにぶっ壊してたのにさ。いやいや、ケナ太郎は友達だ。やめようぜ。わははは、ごまかすなって。成功すればいい話やからね。もし失敗したら大爆発です。それじゃあもう心の準備はいいですか？まあ本物の神風くんったら余裕だもんな。じゃあいくよ。位置ついて、よーい、スタート。あ、もうやばい、もうやばい、もうやばいよ。もうやばいよ、もうやばいよ。あ、バーン！もう一回もう一回、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 も
何？タイム？タイム、もう一回やらせてください。わかった、じゃあラストね、もう今のほんとこれがラストね。ありがとう。もう右手には俺もう爆破ボタン持ってるから。わかった、いいよ。じゃあ行きます、よーいスタート、はい、お、いいよ。あー時間ない、もう時間ない、もう時間ない、もう時間ない。下手くそじゃん、神風くんなら一発でクリアできるはずなのに。なんかセコ、セコそれ。あと10秒ぐらい、わかんないもう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ポチッ。あっしゃ、あ、落ちた、もう。バー爆発粉々になっちゃった欠片もなくなっちゃった。俺の家が、あってやっぱりやっぱりケナ太郎だったのか、お前知ってたけど最初ぐらいからもう。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。キナ太郎のドッキリ面白すぎるって方はね、高評価。家作ってくれる人、通知をお願いします。チャンネル登録したら遊べるらしいんで、みんなチャンネル登録してね。それじゃあ皆さん今日も一日、おつゆ。おつキナ太郎、バイバーイ。